こんばんは。先ほどですね、雇用統計が発表されまして、でですね、結果的にちょっと今、下がっている状況ですね。安値も更新しました。現在、1万6198ポイントですかね。はい。で、結論ね、ちょっと申し上げたいんですが、4時間足、今ね、作ってるこの4時間足、これが確定するまでは判断しない方がいいですね。はい。つまり12時、0時までは、ね、今これ初動の動きですね。で、23時半のマーケットオープン後の初動の動きもありますよね。で、あらかたそのあたりが落ち着いて、12時、ね、0時になって、この4時間足が、ね、このフィボ61.8で、そしてさらにはこの黄色いラインね、16,160、この上にいるのか下にいるのか、ここがまずはね、見極めポイントだと思います。で、最終的には明日の朝6時の日足および週足で、この黄色いライン、最終防衛ライン16,160、ここを実態で割れたかどうか。で、あと S&P500 がこの基準線、ここを割って週足確定するのかどうか、日足確定するのかどうか。あとラッセル2000ね、これ現物なんでまだ動いてないけど、今ね、窓埋まった形になってます。はい。さらにね、続落していくのかどうか。はい、特にね、SP500 の基準線と、あと、ナスダックですね。はい。ナスダックの、これ MTF で重ねてるんですけど、これ4時間足に対して今5分足の動きを見てます。はい。今のね、この初動では、ここでサポートされて上昇するのか、もしくはここをブレイクしていくのかって、いや、誰もわかりませんよ。はい。一応雇用統計のデータ的には、経済強いねと。いう形で ADP の時と同様に、株が売られてもおかしくないような、結果なのかなって私は解釈してますけど、テクニカル的にはですね、とにかく残り1時間18分、12時になるまで、12時にこの4時間足が確定した時に、ね、この辺り、16,160から180、この分厚いサポートを実態で割るのかどうかですね。まずはそこ第一段階。でも最終はやっぱね、日足ベースで割ることなんですよね。ですので、ましてやね、今判断できないってこと。今上か下か、ここでサポートして上昇なのか、続落してね、週足の上昇トレンドを脅かすような下落、つまり1万5700だったっけ？週足のね、もしね、今日 この私が言っている黄色い重要サポートを割れた場合、私的にね、雰囲気的にね、この15691、この辺まで最終落ちていくかなっていうことを思っていまして、結構下げますよね。で、そんなに食らいたくないっていうのがあるでしょう。だから、慎重にならなくちゃいけない。で、現に私今ね、こんなん下げ上げって見てても、そんなんさっぱりわかんないですよ。はい。で、わからないので、少なくともですね、やっぱり4時間足の確定待ちましょうと。1時間足でもね、信用ならんですね。はい、信用ならない。で、もしね、下がってった場合、ね、下にブレイクしていった場合のシナリオをちょっと言いますと、例えばですよ、今はこうやって下がったり上がったりしていますが、これがね、陰線がいよいよここ割ってきたと。で、23時半でさらに続落していったと。こんな感じでね。4時間足の陰線がこことかここを割って伸びていったと。で、そして12時になって、この辺りで陰線がね、実態で、あ、よっちゃんに言ってたこれ割れたねって形になると、大体あるのはですね、次の4時間足で、0時以降の足で、ここもう一遍、この重要サポートもう一遍試しに行く。で、こんな感じで落ちていくと。はい、こんな流れなんですよね。だから4時間で1本形成されるこの4時間足の1本1本の確定、はい、実態割れましたからの、はい、上試して、はい、上行けなくて、で、続落と。こういうのを見てですね、あ、下なんだね、はい、分かりました、じゃあ上に戻ってこい。で、例えば私だったらどうするかっていうと、ショート、ヘッジショートはそのままキープですね。で、私が安いところから持っているロングポジ。あれはね、利確ってことになります。今ね、すべてのポジションが含み益なんですよ。ロングもショートも。で、ロングとショートの比率が、2対3かな？比率的にね。2対3でショートの、
割合の方が多いんですね。なので下がると私 の、 あの今評価額が増えていくんですけど、はい、でここ割ったねってことになるとショートはそのまま伸ばしていくってなるし、で追加ショートはね今考えてないですね、はい、なんせ、ロングの利確をこう割れたのを見て次の戻しで、利確するという形になります。はい、ですので買い場を探ってる方ね、ここがよっちゃんおしめ買いでしょって言われた方はここ割ったのを0時に確認、まあ割るか割らないかサポートされたらこれ買い場ってことになりますし、ただし逆張りエントリーだからやっぱ逆差し値をねこういったところに置いてってことになります。あの前回のね動画でご説明した通りです。はい、そのあたりの見極めを今のこの衝動で判断するのは不可能ですね。わからない、結局いろいろあの入り混じってるんでこういうものって、だからマーケットがね、まあ、株価チャートでどんな反応するのかっていうのをやはりこんなあの5分足とかじゃなくてですね、しっかり4時間足で見て、結果0時で割ったんだね、いやいやあの下ヒゲでサポートされたんだねって、どっちだろうっていうのをね、もし上に行くんだったら下ヒゲ残して陽線になりますよね。で次の足でまたもう一遍サポート試しに行くみたいな動きがありますんで、ですので0時以降に何か売買するんだったらね、うん、後出しじゃんけんですよ。だいたいね、後で出したじゃんけんが勝つ。はい。ので、特にこういうね、まあ方向感わからないときは、そのようにね、4時間足をこうやってうっすら表示して、で、まあ細かい足で見るなりなんなりでジャッジしていただけたらと思います。はい。で、今のところですね、割っていくかもしれない。うん、ひょっとしたらね、割っていくかもしれない。だから0時にどの位置にいるのかっていうのをね、まずはちょっと確認していきましょう。はい、皆さんもね、はい、立ち回りね、押し目買いだ押し目買いだ、その一点張りだとね、はい、焼かれてしまう可能性があるんで、なので、まあ、上も下もニュートラルに見ていきましょう。はい、また何か変化がありましたら動画アップしますんで、引き続きよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。